マーサ・タブラムの葬儀写真、マーサ・タブラムは、イギリスの売春婦であり、ロンドンのイーストエンドにある、ホワイトチャペル地区で多発していた、殺人事件のうちの一件で殺害された。依然として正体が判明していない切り先、ジャックの最初の犠牲者である可能性がある。ただし、歴史家の間で切り先、ジャックの犠牲者として、広く認められている5名には含まれていない。マーサは、 ロンドンのサザークで生まれた。父は、倉庫業者のチャールズ・サミュエル・ホワイト、母は、エリザベス・ドーセットである。マーサは5人の兄弟の末っ子だった。兄弟は、生まれた順にヘンリー・ホワイト、スティーブン・ホワイト、エスター・ホワイト、メアリー・アン・ホワイトである。1865年5月に両親が別居し、その6ヶ月後に、父が突然に死亡した。その後、マーサは、 家具倉庫の梱包業者の職長である、ヘンリー・サミュエル・タブラムと一緒に暮らし始め、1869年12月25日に結婚した。1871年に、夫婦はマーサの子供時代の生家の近くの家に転居した。夫婦は二人の息子を設けた。フレデリック・ジョン・タブラムとチャールズ・ヘンリー・タブラムである。結婚生活はマーサの飲酒癖により苦難続きだった。 マーサの酒好きはアルコール依存症の発作を起こすほどだった。1875年に夫のヘンリーがマーサの元を去った。約3年間、ヘンリーはマーサに1週間おきに12シリングの手当てを与えていたが、別の男と暮らしていると聞いてからは2シリング6ペンスに引き下げた。マーサは1876年頃から大工のヘンリーターナーと一緒に暮らし、 その収入に頼って生活した。その生活は、タブラムが死ぬ3週間前まで続いた。ターナーとの関係も、マーサの飲酒癖と時折の外泊により平穏なものではなかった。1881年の夜間調査では、マーサとその息子たちは、トーマスストリートにあるホワイトチャペル連合級品員の臨時収容室の夜間の非収容者として登録されていた。 1888年までにターナーは上金雇用の仕事を失った。ホワイトチャペルのコマーシャルロードを外れた場所にあるスタープレイス4番地で4ヶ月間寄宿している間、二人はソーシングなどの小物を通りで売って収入を得ていた。7月初旬の頃、二人は家賃未払いのまま突然にその地を去り、7月中旬頃を最後に別居した。マーサは、 スピタルフィールズのジョージストリート19番地にあるコモンドジングハウスに転居した。殺害される前日である1888年8月6日の夜、マーサはジョージアードビルディングスの近くにあるエンジェルクラウンというパブで酒を飲んでいた。パーリーポールという名で知られた売春婦のメアリーアン・コネリーや二人の兵士と一緒だった。4人は二組に分かれ、 午後11時45分頃にパブを出て、売春婦一人につき客一人という組み合わせで別れた。マーサとその客はジョージヤードへ向かった。ジョージヤードは南北方向へ伸びる狭い小道で、ウェントワースストリートとホワイトチャッペル、ハイストリートに繋がっていた。マーサと客はホワイトハートインの隣の屋根付きのアーチ道を通って、ホワイトハイストリート側からジョージヤードへ入った。 ジョージアードビルディングスはジョージアードの東側にあり、その近くにトインビーホールの裏の北の突き当たりがあった。この建物はかつては紡績工場だったが安価な共同住宅に転用された。今日ではこの場所はガンソープストリートと呼ばれており、ジョージアードビルディングスの跡地にはアパートが建っている。コネリーとその客は並行するエンジェルアレイに向かった。深夜。 ジョージアード・ビルディングスの住人であるヒューイット夫人はマーダーという叫び声で目を覚ました。しかし、この地域では家庭内暴力はありふれたことであり、ヒューイット夫人はその声を無視した。午前2時、同じく住人のジョセフ・マホニーとその妻エリザベスがジョージアード・ビルディングスに帰った時、階段には誰もいなかった。同時刻、 巡回中のトーマス・バレット巡査は近くをうろついていた、クレナディアに尋問した。兵士は友人を待っていると返答した。午前3時30分、住人のアルバート・ジョージクロウが、辻馬車の業車の仕事を終えて、夜勤から帰宅していた時、1階から階段を登った、ところの踊り場で、マーサの遺体が横たわっていることに気づいた。踊り場が薄暗かったため、 苦ロはマーサを眠っている不老者と勘違いして立ち去った。午前5時直前、選挙の労働者であるジョンソー・オンダーズ・リーブズが出勤しようと階段を降りていた時に初めてマーサが死亡していることが認識された。マーサ・タブラムの死体安置所での写真。身長は160センチメートルで髪は黒色だった。リーブズがバレット巡査を連れてくると、バレットは遺体の調査のために ティモシー・ロバート・キリーン医師に知らせた。午前5時30分ごろに、キリーンが到着し、マーサが死亡してから3時間程度経過したと見積もった。殺人者はマーサを39回刺しており、喉に9箇所、左の肺に5箇所、右の肺に2箇所、心臓に1箇所、肝臓に5箇所、脾臓に2箇所、胃に6箇所の刺し傷があった。下腹部や生殖器も負傷していた。 遺体は仰向けになっており、衣服が腰まで上がって、下半身がむき出しになっていた。このことは、遺体は成功のための姿勢になっていたことを示唆している。しかし、キリーンは成功を行った証拠を乱すことができなかった。住人たちやキリーン医師の証言は、マーサは午前2時から午前3時の間に殺害されたことを示している。その間、 住人たちは怪しいものは何も見聞きしなかった。ロンドン警視庁の警部補で H 地区ホワイトチャペル担当のエドマンドリードが捜査の指揮を取った。8月7日、リードはバレット巡査をロンドン島へ向かわせた。前日の通り、バレットは怪しい兵士が通りにいたのを目撃していた。リードはバレットがその兵士の身元を突き止めることを期待した。しかし、バレットは 問題の兵士を識別できなかった。8月8日、殺人事件のあった夜に休暇を取っていた兵士たち、全員をロンドン島に集め、面倒しのために行列を作らせた。この時、バレットは一人の男を選び出した。その男で正しいのか、再吟味させると、バレットは別の男を選び出した。最初の男は立ち去ることを強化された。バレットは、 自分の心変わりについて、ジョージヤードで見た男は勲章を持っていなかったが、最初に選んだ男は勲章を持っていたためと説明した。バレットが2回目に選んだジョン・リアリーは、殺人のあった夜は仲間のプライベット・ローと一緒にブリックストンで酒を飲んでいたと主張した。リアリーによると、閉店時間にローと別れ、その後に散歩に出かけたという。それから午前4時30分頃に、 ストランドで偶然に、ローと出会い、それから二人でビリングスゲートで再び飲みに行き、その後に、ロンドン島に戻ったと語った。リアリーと隔離した状態で、ローに尋問すると、ローのその夜の出来事の説明は、リアリーの説明と正確に一致した。二人の説明が一致していてもっともらしく、バレットの身元確認が不確実であることから、リアリーとローは捜査の対象から外れた。 ロンドン島の別の兵士のコーポーラルベンジャミンは休暇を取らずに不在だったが、こちらも捜査の対象から外された。キングストンアポンテムズに住む父に会いに行っていたことが判明したためである。コネリーは警察に対して全く協力的でなく、しばらくの間、ドルリーレーンの近隣にいとこと一緒に身を隠し、8月9日まで出てこなかった。コネリーは8月10日に、 ロンドン島で行われた面倒しには現れなかったが、13日に日程を変えると参加した。コネリーは殺人のあった夜に客だった人物を識別できず、その夜に会った兵士たちは白いキャップバンドを身につけていたと主張した。そのようなバンドを身につけているのはコールドストリームガーズだけで、ロンドン島のグレナディアガーズは身につけていなかった。15日、 コネリーはウェリントンバラックスへ連れて行かれ、再度面倒しを行った。コネリーは二人の兵士を選び出したが、二人には確実なアリバイがあった。一人は妻と一緒に家にいたし、もう一人はウェリントンバラックスにいた。8月14日、マーサの身元が疎遠になっていた夫により正式に確認された。死亡時、マーサは黒いボンネットと黒い長めのジャケット、 暗緑色のスカート、茶色のペティコート、ストッキングを身につけており、履いていたブーツはひどくすり減っていた。身長は160センチメートルで、髪は黒色だった。ホワイトチャペルのワーキングラ・ジンスティチュートで開かれた、検視審問は、サウスイーストミドルセックスの検視官代理のジョージ・コリアにより取り行われ、8月23日に終了した。新聞ではマーサは、 未確認の単数、または複数の犯人に殺害されたという評決が下された。結局、マーサ殺害の被疑者は逮捕されなかった。当時の9月初旬の新聞の報道では、マーサ殺害事件を4月3日のエマ・エリザベス・スミス殺害や8月31日のメアリー・アン・ニコルズ殺害と結びつけていた。しかし、スミスは死ぬ前にギャングに襲われたと話していた。 その後に起きた9月8日のアニー・チャップマン殺害や、9月30日のエリザベス・ストライドとキャサリン・エドーズ両名の殺害、11月9日のメアリー・ジェーン・ケリー殺害も、当時はマーサ殺害と結びつけて考えていた。現在、ニコルズイカ5名の殺害は一般にカノニカル5と呼称され、切り裂きジャックの被害者とみなされている。殺害された5名は全員。 ホワイトチャペル地区に住む貧しい売春婦だった。犯行はがして週末や休日またはそれに近い日に深夜の闇の中で行われた。犯行現場は奥まった場所で一般人に立ち入りが許可されている場所が選ばれていた。タブラム殺害は8月7日の早朝に発生した。その前日の8月6日は法廷休日だった。警察はマーサ殺害を スミス殺害と結びつけなかったが、その後に起きた古件の殺人事件とは結びつけて考えた。後の世の切り裂き、ジャックを研究する学者たちのほとんどが、マーサを切り裂きジャックの犠牲者から除外してきた。主な理由として、マーサはその後に起きた事件の被害者のようには喉を切り裂かれていないことや内臓を摘出されていないことが挙げられる。 この考えは、ロンドン警視庁犯罪捜査部のメルビル・マクナーテン、本部長補が推進した。マクナーテンは1894年の覚書で、マーサは兵士のうちの誰かに殺害されたとほのめかすことを書いている。キリーン・イー氏は、マーサの遺体を調査しており、彼の意見は、マクナーテンの見解を補強するものだった。キリーンは、マーサ殺害では2種類の武器が使用されたと、 考えていた。マーサの傷の中で一つ、胸骨を貫通しているものがあり、それに使用された武器はもう一方の武器より長く、強靭な作りをしていたと見られる。探検と考えられるが、銃剣の可能性もあった。他の傷はそれよりも細いナイフでつけられたと考えられた。しかし、ザ・コンプリート・ヒストリー・オブ・ジャック・ザ・リッパーを表したフィリップ・サグデミア、 ピーター・アンダーウッドの著書ジャック・ザ・リッパー、100 years of mystery 中で取り上げられている、ショーン・デイなどの研究者たちは、マーサも切り裂きジャックの被害者の可能性があると、みなしている。マーサが殺害されたのは、兵士の客と出かけた2時間以上後のことであり、マーサは別の客を誘う時間があったと考えられる。マクナーテンが警察に加わったのは、殺人事件の後のことだった。 そのため、マクナーテンの覚書には、当時の警察官の一部の意見だけが反映されており、被疑者に関して伝えられた情報にいくらかの事実、5人が含まれている。また、シリアルキラーが武器を変えたという事例も知られているが、シリアルキラーは、時間をかけて、手口を発展させていくとも考えられる。切り裂きジャックも徐々に、犠牲者をひどく切り刻むようになっていった。カノニカルの事件は、 ホワイトチャペルの東西南北で起こっているが、マーサ殺害はその地理的な中心に近い場所で発生した。このような理由から、マーサ殺害が切り裂きジャックの最初の犯罪であり、その後に手口を変えたということもあり得るという見解もある。ありがとうございます。